今回はですね、久しぶりにナイト生にやってきました。ここはね、大体3メートルぐらいかな、幅2から3メートルぐらいの水路なんですけど、ただいまの時間7時50分ですね。あたりだいぶ、暗くなってきて、まあ、水面はね、ほぼほぼ見えない状態です。今日はね、赤外線カメラで、やっていきたいと思います。まずはね、このカメラをオンにします。出ないかな、こんな感じですね。今はカラーなんですけど、白黒の方がかなり見やすいんでね、こんな感じで、はっきり見えます。あ、もういきなりナマズいますね。ほら、あそこに、わかりますかね、見えるかな、ここにナマズがいます。ほら、やっぱ夜だと出てきますね、ウィードから。こんな感じですね。一応これはね、確認用のカメラなんで、ね、ピントもね、オートフォーカスじゃないし、ブレもあるんでね、こいつはただ確認で、ナマズがいるところを確認してから本体用のビデオカメラで撮っていきたいと思います。はい、これがね、撮影用のナイトビジョンです。先ほどの、あ、今日はね、このピピフロッシュ、こいつで狙っていきたいと思います。さっきのどこ行ったかな、カメラとね、全然見え方が変わってくるんだよ。場所がどこだったかまでいなくなっちゃったぞ。これか、ここにいますね、こいつだこいつだ。やっぱさっきのカメラの方がしっかり見えますね。ここにいますね、これ目だけ光ってるかな。よし、こいつを狙ってますよ。まあもう距離感がね、全然わかんないんですよね、ナイトビジョン越しに見てると。周り全然見えないんでね、どこに落ちるかわかんないですけど、ちょっとやってみますね。まあ、どこだ、ここか、おお、逃げたなんだよ、逃げんのかよ、くっそ、残念。お、ナマズ発見。あれ結構でかいじゃないですか。ここにいますね。こいつ来るかな。これでかいじゃない。こいつを狙ってますよ。距離感全く分かんないですけどね。何方、下手くそ。何かな。何これ、何にも反応しないんですけど。トップ反応ないな。ここにもいる。これもそうじゃない。これ逃げろ。
これダメだ、トップ全部逃げちゃう。これはワームですね。ワームに変えます。はい、トップだとね、全くね反応しないんだよね、このブローズギロ。こいつでやっていただかな。もう今のやつはね、多分この辺にいないと思うんだよね、2だって。もう今日全然トップで反応しないっすね。どういうわけか。なんでだろうな。なにこれ、ほんとみんな食わねえんだけど、どういうことだ。どういうこと、全く食わないよね、みんな逃げてく。うわマジか。また食いますよ。なんか食いそうもないな、これも。やってますね。ガス。反応したけど、考えて逃げたな。ダメっすね、今日は全く釣れませんな。なんかこれも逃げそうだね。まあ、うわあ、今食ったけどね。食ったけどね、食ったけど忘れなかった、残念。くっそー、くっそー、来たのに、せっかく来たのに残念。
どっか流れてない。ここに流れる。こいか。結構行くね。聞こえた。ちょっと近い。全然距離感わかんない。入ってくれ。おっしゃ、入った。もうこれ重いですよ。やりました。ようやく釣れました。はい、ちょっと電気つけるから。やりました。結構でかいじゃないですかね、これ。あ、怖い。あんこ。
ああ、60ぐらいですね。いい名前です。よし、早くこう。